ちょっと一晩ずつってると疲れるんで、次8番で、まあピッチングだと130から135で、8番だと150から160ですね。まあ、あとはそうだな、まあ、これも何を練習してるかっていうと、今は、まあ、上から打ち込むんじゃなくてちょっと横から払うって、まあ、TG さんと、ね、五条さんとラウンドしてて、その時に五条さんのアイアンのキレとかを見てちょっと真似したいなと、あれ欲しいなと思って、ちょっと今練習してます。あくまでも上から打ち込まない、でもスクーチをするわけじゃなくて、ある程度レベルなんだけどもハンドファーストになるということですね、はい。練習量、練習量。7番ずっと
であれば得になる。一発いくらね。6番も最初当たんないけども練習すれば絶対当たるようになるんで打ち込んでください。4番は210から230までちょっと飛ばせる感じになります。まあドローとフェードで結構、まあドローだとランが出るし、フェードだと高い球打って止める感じなので、
まずはドローから。ちょっと打ち上げはなかなかできない、まあ、フェードの方がまだ打ちやすいかなっていう感じなんで、まあ、ちょっと練習します。アイアン編は以上になります。皆さんご視聴ありがとうございました。じゃあね。